エコニク Q チャンネルのタミです。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。大野ダムの方にね、今から、行ってみたいと思いますが、大野ダム行きますと、秋の紅葉、もみじ狩りですよね。まあ、もみじ狩りはもう済んでいると思うんですけれどね。まあ、大野ダムといえば、ピンとくる方もおられると思います。というのは、大野という名前がつく、場所ですよね。はい、大野さんのファンだったらね、一度は行ってみたいかなという気持ちになるかなということで、まあ、ここ来るまで、ホームページで出てたんですが、高さが62、3メートルでしたっけね。はい、で、ダムの、作りとしては有力式ダムということで、まあ、私もね、ダムを巡るのも、大好きで、右の湖、あ、はい、大野ダムの人造湖が、右の湖となりますね。なんかあちらの方に開けた場所がありますね。お花見の4月頃の桜のシーズンになるとあそこ行けるのかな。あるいは紅葉のシーズンはあそこでもモミジがちゃんと見れるのかな。はい、もうこの辺が大野ダムとなりますけども、大野ダム公園。ダムって渡られないのかな。渡れませんか。京都丹波高原国定公園三山の森。はいはい、春ごろ秋夏。うん、わあ、落ち葉がすごいね。落ち葉、落ち葉と言えてもね、これみんなもみじね、もみじ大方、これもみじの木やもん。これ見とったら、これって入られへんのかな。あ、なるほど。インターネットで見たのはこっち側から。人造湖の方のね、
虹の湖神蔵湖、はい、ね、下道あるんやけどね。これは桜の木ですね、これね、桜。見とったら渡れるのか渡れないのかようわからない、虹の広場は下、大野ダム着いたんですけども、見てましたらね、人は歩いてませんよね。はい、通れるとも何も書いてなかったんでね、多分ここの管理されてる場所でしょう。はい、なんてこと、ここでいいか。はい、ここが大野ダムです。一級河川、嵐ファンの方々、大野ダムはここに、大野という名前のね、大野ダムはここにありますよということで、それでは撤収したいと思います。猫肉球チャンネルでした。はい、はい、皆さんさようなら。はい、しんどい。